はいこんにちは今回はタニオコバの USB40 タクティカル SD こちらの方の再試写の結果を中心にご紹介したいと思います、えー、この銃ですけれどもパッケージはこういうパッケージですねたまりませんねちょっとこの辺りのイラストがねはいでこの辺りではいこれ2006年にね私購入したものなんですけれども この時点でのね新しいねはいエアガンのレギュレーション規制これに関しても十分対応しているというものですねなんともおしゃれな、はい、パッケージですね旧型の方もね、えー、持っていたはずなんですけれどもちょっと出てこないんで出てきたらまたねご紹介したいと思います動けばですけれどもねはいで 2006年に購入して、1、2年前に多分ご紹介してると思うんですけれども、その時の試射結果はまあこんな感じだったわけですね。はい。こんな感じです。で、その前にですね、買ってすぐ、丸ンの 0.25g の玉を使って打った時、2006年の6月にね、 売ってますねこの自作のターゲットに 7m でこれ8センチですけれどもこのぐらいにこう集まるような銃だったというふうになっていますで壊れていましてねその時にはで一応電話してメーカーさんの方に電話してもう絶版品なんですけれどもねなんとかっていう形で快く修理していただけましたということで今回もね会長にご紹介できるというところでございます 最初からね、この重たいね、ごついね、レールがしっかりガンとついてるということで、ものすごい重量感がある、なかなか楽しいね、柔なんです。はい。たまにはね、こういうのもね、遊びたいなと思いましてね、こんな感じで。パカンパカンっていう、この、はい、独特のね、えー、ブローバック、いいですね、パカンっていう感じでね。セーフティーもね、 ちょこっとこうやるだけでセーフティそしてここをねこうやればデコッキングというものもきちんと機能しますもちろんホールドオープンもねしっかりとねしてくれるわけですねはい。まさにタクティカルですねはい。前回紹介の時に多分レールにライトとか色々とつけていると思いますんでそのあたりねリンク貼らせていただきますんでご覧いただければなというふうに思います その時も言ったんですけど、このピンだけが唯一ね、出てくるんでこれを爪でね押してあげるというのがね、比較的お約束ですで今回ねサイトをいろいろ調整しましたで実はですねこれ、えー、と家族3人で、はい、かなりの数打つことになりましてでやっぱりね少しずつねやっぱ緩んできますねこれねこのはい、サイトがこれはねちょっと時々やっぱり目で確認してねはい、スクリューのね位置 ね、向きでねちょっと確認して大丈夫かななんていうのをねやりながらはい打っていましたねマガジンもまた重いおさらいでちょっと重さだけ確認していきましょうかドンと 900g あるんですよねこれは面白いですよはいシッとてね片手で打つ時も特に安定感 いいと思いますねで。おそらく前回やってなかったと思うんですけどトリガープルの方もね一応さらいでね見ていきたいと思います1.23ストロークが長いからそうなってるかなって感じですね実際全然そんな重く感じませんよ1.26このぐらいですね 実際のトリガーの切れに関してはこれ遊びがかなりあるんですよねはいでここから抵抗が始まってそうですねストロークが長いですねはいただね、えー、抵抗が一定なんで、はい、最後のところで切れる直前もねなんとなく分かりますはいサイトピクチャーはねこんな感じですねグイッとホワイトドットでパッと合わせるということでただねちゃんとここのヘリもね 射撃する時にはねターゲットが白いですから見えますんでねそこで正確に合わせて、えー、6時照準取ることができますということです開けちゃうとちょっとねここは寂しいなっていうところはもう以前からですねあまり気にするべきことではないとは思いますじゃあちょっと久しぶりに初速を測ってみましょうなんかすごくね勢いありそうなんですよこれ <laughs> はいマガジンはねこのフォロワーでねビューっとこう下げていく 20発ぐらい入りますかねただね上の方は見えないんでねここはもう噛んでいくしかないですねいや夏でこんなにね元気になるかっていうぐらい今年の夏はやっぱりすごいですねどの銃もえっていうぐらいえっと今回試射してる間もう全くトラブルありませんでした素晴らしいですねこの銃は。 出力は、ね、ルですねですから先ほどパッケージの表のシールにあった通り0.98ジュールはるかに下回っています半分ぐらいのところですよねこのぐらいでいいですはい十分です2発目もあ2つ目もね、えー、0.53ということで、はい、安定した初速になっています最後の一発でホールドオープンします ね、ち,っとちゃんとしますねただねやっぱりちょっとねここね欠けてほしくないんでね今回もね家族で打つ時にはねホールドオープンする前にということではい、ね、許していただいたわけです、ね、ここが、ね、くっきりとしてていいですね USB は割と早くから田中さんなんかもねはいあのモデルアップされてて。 禅田中谷おこって感じでしたっけはい割とあのすぐに私も飛びつきましたねで何度かね昔の動画でご紹介したと思いますけどここのねはいチクチク具合がね各社それぞれでねこの辺りね非常にね楽しいですねさてじゃあね、えー、試写結果の方をねご紹介したいと思いますねはいえー、と買った時2006年はこんな感じ で前回紹介 2000, 2000年頃ですかねはいあ失礼、れ <laughs> 2020年頃ですかねちょっとこんな感じではい、決してそんなにねあの精密にパチパチって感じじゃないんですけれども今回もね集団どのぐらいだかね期待してみたいなと思いますさてこんな感じになりましたえっとねホップがね見誤るっていうかそんな感じでした ですからどちらかというと今回の試写結果に関してはまあもちろんそれでもね同じ条件でね同じ人間家族が打ってますんでえ参考にはしていただきたいんですけれどもホップの方はね読み違えてた感じがします我々自体がはいただねこのぐらいに集まってるとねほらっていう感じでまあ5メートルもうちょっと下狙えばよかったなって三人まあ,まあ2人ともね思うような感じです で、7.5になってもねこのぐらいにはこう集まってるんですよね。これがねさっきのねこの結果と一致しますよね。このぐらいこのぐらいこのぐらいという感じでね。ですから、えー、経,年経年による、えー、試射結果での劣化は今のところなんか感じなかったなってことですね。で今度はね山張って山張ってとうか、今度は下を狙いすぎちゃいましてね。はい。 ですからやっぱこれはね BB によっても全然変わってくる可能性があるんですけれども練習の時にそこそこ合わせたはずだったんですけれどもねやっぱ打ってる間に多少変わってきましたねそれとしつこいようですけれどもねここのねこれが少しねえ緩んできちゃいますんでスクリューがねはいそれによるところなんかはえ一応気をつけてたんでねそんなのもえあるにはあるけれども今回は関係ないと思いますはいそれから 5m の左の片手どうでしょうね はいそして7.5メートル右の片手ですねやっちまいましたって感じです私の方も。はいということであのスコアとしてはね良くなかったですねあんまりね。で結局この10の実力を知るにはやっぱり集団性をね見てみようということで見てみるとこれはねやっぱりねほらそこそこね集まってるんですよ。 ということで BB とホップの調整をもっとうまくやっていくともっともっと楽しめる銃だなということは分かりました。で何よりやっぱりねトラブルがないっていうこととあとこのねあの怖いぐらいのパカンっていう反動ですねリコイル。パカーンパカーンパカーンこんな感じで跳ね上がるわけですよ。これが何より楽しいはい。 ですからこれを抑え込むのか、ある程度任せて流すのかっていうこともね、そんなのもね、えー、射撃結果にはね出てくるのかなっていうふうに思います。ものすごい元気でね、夏にはぴったりっていうふうにね、感じました。そう思ってまた撃ちたくなってね、やってみた次第です。家族の評判はね、いいですね、やっぱりね。それはね、やっぱりここら辺にね、えー、パーツが付いてて、このウェイトによってね、ずしっとこう安定して撃てるんで、はい ですからこれサイト変えてみてねもう少し精密に狙えるようなサイトもあったら面白いのかもしれないですね。はい、あとまあアクセサリーとかですねそんなものも、ね、いろいろと、ね、つけて楽しんでみるのも面白いかもしれません。ということで、えー、今回は「タニオ i y o コバの、ね」の USB40 タクティカル SD、はい、試写結果を中心に再度ご紹介させていただきました。 た